広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよう諸君のナップルです。ヨピヘッドです。ライチメカーです。いや本日もポケカチャンネルスタジオに何やら、はい、箱が届いてたんですけど、見たことある。お前もあったよね。うん、ありますね。いや多分なんだけど、あ、やっぱそうだ、手紙とデッキが入ってるので、この前のね井上さんがくれた発売前のデッキなんじゃないでしょうか、うん、つまりワクワクの中身ですよ。これはワクワクするけど、まずね最初の手紙読んでいきたいと思います、はい、井上さんなのかな。はい、皆さんこんにちは、クリーチャーズの井上です。井上さん、井上さんこんにちは。今回もチャンネルの皆さんに拡張パックパラダイムトリガーの新しいデッキを発売前に楽しんでもらいたいと思います。やった、嬉しい。本日は昨日公開になりました、うん、ケルディオを中心としたデッキです、うん、ぜひ皆さんで楽しんでみてくださいって書いてあります。はい、今日はねどうしようか、ナナップルが使いたいです。うん、前回僕ルギアブイスター使わせてもらったんでね、うん、いや実際ねデッキも、うん、ほらケルディオだよ、ケルディオ。うわ、早く使いたい。うん、じゃあね、早速対戦をしていきたいと思います。やりましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ先行で、はい、ここでバトルスタート。ミュージオンです。1枚引きます。翡翠のヘビーボール使います。はい、なるほど。じゃあダッシュアンブイを持ってきますね。はい、トレッキングシューズ使います。はい、この辺にいて加えます。ベンチにオリジンギアルガ V とザシアン V を出します。ク、うん、イックボール使ってサガネエネルギーを取らします。輝く月光河を持っていきます。はい、輝く月光河出します。そして隠し札を使います。2枚引きます。よいしょ。じゃあ2の特性不思議な尻尾使います。6枚見ます。メタル操作あるかな、メタル操作あるかな、メタル操作ないね、ないね。クイックボールを持っていきます。はい、オリジナルグ V に鋼エネルギーつけます。はい、ではザシアン V の特性不当の剣を使って3枚引きます。つきません。はい、1枚引きます。はい、そうビリジョンはね、うん、ベンチにあと3種類のポケモンが揃えば、そう、最初のマンから技打ってきそうですよ。ミーをね倒したいですね。チュルッとベンチに出します。チュルッと、うん、クイックボールでセレナをトラッシュします。テラキオンを加えてきます。はい、まだ使います。テラキオンベンチに出します。チャンネルギーをビリジョンにつけます。コバルーンをベンチに出します。あと1種類揃うと90ダメージの小技見えてくる。うん、タガキューの息抜きを出します。やだな。そして博士の研究、はい、おー、これはいけるよね、きっと。ハイパーボール使います。翡翠のヘビーボールと水エネルギーとラッシュします。うわー、揃うよこれ。揃っちまうぜ。ケルディオ強い。ケルディオベンチに出します。揃っちまった。揃った、イエーイ。ヤレユタン足してサルジンを使います。はい、ではこれで技を使います。フォーアズワン、ベンチにコバルオン、テラキオン、ケルディオがいるので70ダメージ追加で90ダメージ。90ダメージ倒してやったぜ。高校1回目からミュウが倒されちゃった。はい、失礼します。1枚取ります。じゃあオリジンギアルガ V 前で1枚引きます。はい、トレッキングシューズ使います。はい、よっ。じゃあこれ加えます。はい、クイックボールに使ってオリジンディラグ V をトラッシュします。バケッチャーを持ってきます。いただきへの雪道をトラッシュするよ。ベンチにオリジンディラグ V 出してバケッチャーを出して特製かぼちゃ7でいただきへの雪道をトラッシュ、はい、トラッシュします。フックロボを使います。うん、クロススイッチャーをトラッシュしてコインをあげる。うわ、よいしょ。うわ、表。じゃあ好きなカードこれにします。はい、メタル操作使います。はい、オリジンディアルガ V に鋼エネルギーつけます。ではベンチにクロバット V を出して特製ナイトアセット手札2枚なので4枚引きます。はい、ハイパーボール使います。セレナとクイックボールをトラッシュします。オリジンディアルガ V スターを持ってきます。はい、バトル場のオリジンディアルガ V をオリジンディアルガ V スターに進化させて手札からエネルギーもつけます。はい、うん、クロバット V に対戦つけます。これで博士の研究使います。手札ないです。隠し札使います。メタル操作使います。はい、オリジンディアルガ V につけて、うん、そしてまだまだいっちゃいましょう。メタル操作を使います。オリジンディアルガ V に
一気にね、2枚もつけちゃいますよ。あ、溜まってきた、エネルギーが怖い。じゃあこれでメタルブラストを使います、うん、はい、2個ついてるので120ダメージ。はい、120気絶します。はい、サイド1枚もらいます。よいしょ、チルッと出します。はい、1枚いきます。デッドボール使います。これまたビリジオン来るね。来ちゃいます。ビリジオン出します。いやーちくりー、チャンネルギーをビリジオンにつけます。暗いよ、俺の場所ないで。はい、20回なので効果は働きません。フラワーリベルトをコバロンにつけます。これで博士の研究を使います。強い。キャリエータンのサルジを使います。ハイパーボールでハイパーボールと初めてトラッシュします。おい、飲んでいきます。チルタリスを加えてきます。うわ、これで逃げられると。そうですね、逃げるものできないので逃げられるようになりますね。進化します。で、イザナウシラベを使います。はい、ここは木花を上に置きます。なるほど。チルタリス逃げます。ビリジオンを出しまして、あと使います。フォワードワンで揃ってるので90ダメージです。抵抗力で60ダメージ。60ダメージです。はい、60ダメージ。じゃあ1枚引きます。はい、この60ダメージがね結構痛いですね。ケルディオで220ダメージ受けちゃうと倒されちゃうと。はい、ハイパーボール使います。クイックボールとウロボトラッシュします。はい、オリジンディラグ V スター使っていきます。ベンチのオリジンディラグ V を V スターに進化させます。ポケストップを出します。そして効果使います。3枚トラッシュ、トラッシュ。よいしょ、作るな。メタルソーサーだけゲット。強いね。うん、強いな。メタルソーサーを使います。怖い。よいしょ、怖い。4枚目手札からオリジンディアグビスターに引けますよ。5個揃った、怖い。ではね、次の番スタークロノスを使うぞっていうところを見せつつ、メタルブラスト120ダメージ。はい、120。ビリジオンもね、2匹目倒されちゃったってまた揃いづらくなるかもね、うん、そうですね。はい、1枚もらいます。はい、チルタリスを出します。1枚いきます。普通のトリガーを使います。しっかり持ってました。結構レジギガスデッキにね、似たような動きで、うん、必要なポケモンを揃え続けるってところは大事そうだもんね。そうですね。ビリジオン2枚と水エネルギーを戻します。はい、エクサレジを使います。グッドボール、ピラキオンをトラッシュします。ビリジオンを持ってきます。で、ビリジオンを出します。キバナを使います。うん、水エネルギーをケルディオにつけます。まあそうなるよね。はい、前をね、倒しに行きたいです、ね、はい。で、好きなカードを持ってきます。このカードを持ってきます。で、イザナウシラベを使います。シバナの覇気にします。水エネルギーをケルディオにつけます。よし、逃げます。これでフォーズワンを使います。揃ってるのでなんと220ダメージ。強い。ぴったり倒してやったぞ。強すぎる、気絶。2枚もらいます。怖いよ、物理の番。ベロワットV前に出します。はい、1枚いきます。次のヘビーボール使います。はい、ミュウを加えてきます。じゃあクロバット V 逃げるよ。はい、逃げたよ。オリジンディアゴビスターでいくよ。怖いよ。ダーン、来ました。怖い。ブリッドパー、スタークロノス使います。220ダメージ。倒れます。うん、はい、じゃあ再度1枚もらいます。効果があるもんね。そうですね、まあここはまた倒されちゃうかもしれないという中で。そうですね、アミュータンかな。はい、そしたらまた僕の番です。やだ、1枚いきます。サイドのペースが逆転しそうな予感。ピンを出します。はい、そして、クロススイッチャーを使います。いやー、やばいねー。やり方が受けていく。これで、テラキオンを呼び出します。トラッシュに1枚いってたもんね。はい、そして僕はミュウが前に出ます。はい。不思議な尻尾使います。はい。回収ネット持ってきます。はい。回収ネット使います。はい。ミュウを手札に戻して、クロバットベイで、ミュウ出します。はい。クロバットベイを逃がして、ミュウ前で、またミュウだ。はい、不思議な尻尾使います。ハイパーボールを加えます。ハイパーボール使ってクロススイッチャーとオリジンディアルガ V スターをトラッシュします。ザシアン V スターを持ってきます。ザシアン V スターも入ってるんですね、うん、かっこいい。このブレイクエッジでミルタンクとかをね倒せるんですよ。ザシアン V をザシアン V スターに進化させて回収ネットを使います。ミュウを手札に戻してオリジンディアルガ V スター前で、ベンチにミュウを出して博士の研究を使います。ぐるぐると動かしていきますね。ぐるぐる少ない。7枚ダシアンブイスターに鋼エネルギーつけます。
ではメタルブラストで、はい、5枚ついているので200ダメージ追加の240ダメージ。はい、リーチします。はい、1枚もらいます。はい、チェックタリスとして1枚引きます。普通の釣り竿を使います。ヘラキを2枚戻します。はい、ただ使います。で、イザヌシラベ使います。シルナを上に置きます。サルジー使います。イリジョンにキャッチャーエネルギーをつけます。ヘラキを出します。では、ポケストップを使います。1、2、3。イヤホンで絶対に引きたいものがある。はい、あ、お、全部グッズ変わってきます。クイックボールがあるということはケルディオに繋がる。そうですね、クイックボールで回収ネットクラッシュします。ケルディオ加えてきます。いや、また揃うか。そしてさっきね、セレナを加えてきてる動きもありましたね。はい、ここでセレナを使います。ダシオンブイスター。なるほど、その効果で呼び出していく。はい、じゃあ次の番ね、またダシオンブイスター技を使えないと思うので、対応取られないと信じております。どうかな。入れます。はい、で、レジンを出しまして、フォアゾーンを使います。はい、90ダメージで抵抗力で60ダメージ。60ダメージ、いや頼む。ここでサイドを取られなければまだ逆転の狙いがある。チャンスがある。ヒュッ、1枚いきます。いや、まだ少ないね。ダシアン V サーニー、手札から鋼エネルギーつけて逃げます。おお、ここは逃げてサイドを取ってくる場になりますね。まだね、山札を掘り進められるようなカードはあるんですけど、これ以上ちょっと引いちゃうとね、山札なくなっちゃうので、このままメタルブラストで240ダメージ。普通です。はい、はい、1枚取ります。はい、チルカリスをします。1枚いきます。これはもうね、だってサイド3対1だからピンチですね。何かを倒しに行ってもまた何かに倒されてしまうじゃないですか。そうですね、なのでちょっと山札が少ないっていうところを狙いに行くしかないな。まずいな、それ。イザナウ調べを使います。セレナで、うわ、また呼び出されそう。うん、サルジー使います。セレナで、ザシャンブイスターを呼び出します。あの効果、これでバトル場にまた呼び出すと、これはザシャンブイスターいよいよ入れ替えられない可能性があって、うん、ちょっとね、山札切れの可能性も狙っているという。それしかちょっと勝ち筋がなさそうな気がしてます。あ、でもそれ結構きつい。これで番終わります。はい、じゃあ1枚いきます。何枚、あと1枚、今まであと1枚。やばいじゃんね。大丈夫か、おはよっぴー。おはよっぴー。というわけで、ナシアンブイスターにつけます。お、次の番には逃げるかも。これで終わります。一番いきます。はい。ヨピがエネルギーを、もう全部、番に出したり、手出ししてることを願いまして、番終わります。わかりました。一番いきます。いやー、山札なくなっちゃって、やばいやばい。どうしようかな。手札からエネルギーつけます。逃げます。メタルブラスト。240ダメージ。はい。おー、ここは。ヨピフットがサイドを取り切りまして勝利です。ありがとうございます。負けちゃった。いや、ケルディオデッキもね、すごい面白かったんですけど、うん、いや、オリジンディアルガブイスターのね、スタークロノスやはり強かったですね、うんうん、でも高校1回目からビリジオンがね、うん、こっちのミュウを倒してきたり、あとはね、絶え間なく技を使ってくる感じがすごい脅威でした。そうですね、ビリジオンの90ダメージとか、コバルオンのフォローアップ30ダメージ、こだわりベルト込みで60ダメージプラス、ケルディオンのフォアズワン220ダメージで、ポケモンベイスターもね、倒していけそうな、ね、ダメージを出していけます。今回弱点つけなかったんですけど、いろんなタイプ入ってるので弱点をついていけたりするのも結構強いポイントかなと思います。使っててね、面白かったんですけど、井上さんごめんなさい、負けちゃいました。じゃあ早速ね、そのデッキリストも見ていきましょう。はい、こちらが本日ナナプレが使わせてもらったデッキです。はい、井上さんからね、対戦終了後にというお手紙もいただきました。はい、いかがでしたか。仲間を揃える楽しさが伝わりましたでしょうか。うん、ヘルディオ、ビリジオン、テラキオン、コバルオンの4匹それぞれに個性的な特徴があるので、状況に応じて戦いつつ仲間を揃えていく動きが重要なデッキです。うん、レジギガスデッキとかと違って、シルタリスとかヤレユータンを置くスペースがあるっていうのもまた面白いですね。このデッキの強いポイントかもね。そしてまた今度、最後にもう1個注目のデッキを紹介したいと思いますので、やった、また皆さんで遊んでもらおうと思います。次回もよろしくお願いしますと。よろしくお願いします。お願いします。楽しみですね。クリーチャーズ井上でしたってね、お手紙いただきました。ありがとうございます。はい、いや、ちょっとね、またいつになるか分かんないけど、うん、新しいデッキを使えるのも楽しみです。はい、今後もポケカチャンネルでは新しいカードでの対戦動画も上げていきますので、チャンネル登録して見逃さないようにチェックしてください。高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ。